女性市民はフランスのジャーナリスト、作家、フェミニストのユベルティーヌ・オークレールが女性解放運動の一環として1881年に創刊した新聞である。第1号は1881年2月13日に刊行され1891年に廃刊となった。ユベルティーヌ・オークレールはフランスのサフラジェットと呼ばれた女性参政権運動家である。 彼女は、彼女が後に、フェミニズムの父と称えることになる、自由思想家、ジャーナリストのレオン・リシェが、フェミニストで世界初の女性フリーメイソン官員、マリア・ドレームと共に相関した、女性の権利が身に寄稿していたが、ドレームらの恩恵派フェミニストが賛成権運動を行うにはまだ気が熟していないと考えていたのに、対して、オークレールは、賛成権の他すべての権利における、 男性市民との平等を主張し、女性市民が身を立ち上げた。女性市民という言葉は、オランプ・ドクージュが1789年のフランス人権宣言及び1791年憲法における人間と市民が男性及び男性市民を表すことに抗議して発表した女性及び女性市民の権利宣言において用いたフェミニズム史上。 重要な概念であるが、オークレールの新聞名は、彼女に大きな影響を与えたビクトル・ユーゴーの男性市民が存在し、女性市民は存在しない。野蛮な国家だ。こういう国家は廃止されなければならないという言葉によるものである。これ以前にも、女性解放運動家のウジェニー・ニ・ボアイへの女性の助言者神や女性の声神デジレゲート、ジャンヌ・ドロアンの 自由な女性髪など多くのフェミニズム新聞が刊行され、とりわけ女性の恋髪は1848年の女性たちの運動の機関紙としてフランスのフェミニズムにおいて重要な新聞だが、これらはいずれも短命に終わり、女性の恋髪以外は読者も限られていた。女性市民髪は女性だけでなく男性も対象とする新聞であり、男性も寄稿した。 主な寄稿者に画家、彫刻家のマリ・バシュキルツェフ、女性初の調査報道記者セブリーヌラがいる。オークレールは編集長として、社説は本名で、他の記事はジャンヌ・ボワトゥーの筆名で執筆した。ユベルティーヌ・オークレール1888年に、オークレールが夫の転勤に伴って、フランス領アルジェリアに移住すると、同じ女性解放運動家のマリア・マルタンが、 代理編集長に就任した。1891年、オークレールは女性市民が身を続けることが経済的に困難になったため、マリア・マルタンがこれを引き継ぎ、氏名を女性誌に変更。女性市民紙は実質的に廃刊となった。この後、1897年にマルグリット・デュランが本格的なフェミニズム新聞ラフロンドを創刊することになる。 女性市民紙は1932年に設立されたマルグリット・デュラン図書館が所蔵している。ありがとうございます。